X 民。フジテレビの逃走中かなんか知らんが、家の入り口を塞ぐわ、敷地を勝手に使うわ、道路使用許可がされていない場所でやりたい放題、に呆れの声。内容はこちら。テレビがやらかしているようです。では、セピ413のポストより内容を見てみましょう。セピ41。フジテレビの逃走中かなんか知らんが、撮影で俺の家の入り口を塞ぐわ、敷地を勝手に使うわ、公道の歩行者通行を妨害するわで、道路使用許可証を見せてくれつうたら、許可されたのと違う場所を占有してるし、指摘しても無視して撮影続けるし、メディアの傲慢さが生き残っていることを確認。さすがテレビ。俺様商売全開のようですね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。ひどいな。最悪すぎる。逃走中って一般住宅地でも撮影するんだ。どれもやばいけど、敷地勝手に使うのやばすぎ。私有地は所有者の許可が別途必要ですよね。クレームすごそう。何かの事件で人の庭に勝手に入り、花壇を踏みつぶして脚立を立て、終わったら謝罪も弁償もなく去る。それがフジテレビ。テレビ番組作ってる人って、普通の人と感覚がずれてるよね。倫理観からの逃走中。今頃クレームの電話が鳴りっぱなしかもしれませんね。次はこちら。家の入り口塞ぐのひどすぎますね。マジか。そんな無法地帯のやり方してたのか。通報案件やん。警察に電話すべきです。責任者が書類送検されます。通報したようなのですが、その後どうなったか教えていただきたいです。通報ないっすよ。声かけたらスタッフが逃走しそう。スタッフが逃走中になる未来が見える。どうせ制作会社のせいにして逃げ切るんでしょ。セピ41さんは警察に通報したようです。果たして警察は動いてくれるでしょうか。次はこちら。逃走中とかやらせ感でまくってるし、もうスタジオ内で追いかけっこしとけばいいのに。ガキが真似するから、店の中走るのもやめてほしいんだよね。あんなつまらん番組はなくなればいい。ザ・鬼退治かもしれませんね。だってあの藤だよ。かつて宇治と言われた。すべてのテレビ局が他国人しかいない。日本のルール守る気は毛頭ない。逃走中なんて見ている人はいるのでしょうか。最後はこちら。フジテレビ最低ですね。フジテレビは経営会議で、人権に配慮しすぎると番組制作に支障が出る、などという発言があったそうですが、うべなるかな、という感じです。だから衰退するフジテレビ。テレビの時代終わったから、さっさと局も潰れたらいいのに。テレビなんか捨ててしまえ。テレビ番組なんて、所詮演出ありきでしょうからね。見るならそういった目で見るべきですね。結論。テレビ番組のイメージは、台本ありき、演出ありき、編集ありき、やらせ、ステマ、韓国ゴリ押し、タレントがキャラを作っている、などなど、もはや悪いイメージしかありません。だからこそ、今回のセピ41さんの暴露を聞いても、誰も驚きはせず、いつものテレビの日常だ、という感想しか出てきません。それだけテレビのイメージは地に落ちているのです。いい加減テレビは、その現実をしかと受け止め、俺様商売をやめるべきですよ。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。